海老名は荒川真澄を強く憎んでいた。ええ、そんな海老名が荒川さんの意思である第二次大解散を引き継ぐとは考えられませんでした。それでお前らは沈黙を守り、代わりに沢城に白羽の矢が立ったというわけか。おそらくそういうことかと。話はこんなとこやけど、わざわざ昔話を聞きに来たんとちゃうやろ。ああ、お前たちに頼みたいことがあってきた。沢城に力を貸してやってほしい。あいつな、荒川の意志を継いで第二次大解散を全うしようとしている。海老名の監視を受けながら清流会でたった一人でな。お前たちが出張ってくれれば、沢城も海老名に真っ向から立ち向かえる。お前たちにとっても第二次大解散はやり残した仕事のはずだ。申し訳ありませんが、それは受けられません。ったく、人の言うこと聞かんのはええけど、話くらい聞け。桐生、言うたやろ、俺らはもう表舞台に出たらあかんのや。確かに俺らには人を引きつけて動かす力があるらしい。沢城の側についたとあれば、全国のヤクザの注目は集まるやろう。カリスマっちゅうやつや。自分で言うアホもおらんけど、事実やから仕方ない。けどな、それはどこまで行ってもヤクザのカリスマなんや。俺らが連中に見させてまう夢はあくまで極道の復活なんや。あの強かったヤクザ、羽振りの良かったヤクザ、けどそれはもう見せたらあかん夢や。俺たちが連中の社会復帰の旗印になるなんぞ、もう誰も信じひんわ。会社失敗の前科もありますから、海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で俺たちも検討したんです。海老名が第二次大解散を何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。その結論がこうして逃げることだったんです。それがお前たちの責任の取り方ということか。はい、俺たちはもう存在しないことにする。それが一番なんです。なんなら死んでも構わなかったんです。でも死というものはその人を本当の意味で伝説に変えてしまう。桐生さん、あなたを死んだと思ってるヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？ほとんど神話の英雄みたいな扱いですよ。俺たちまでそうなってしまっては、いよいよヤクザへの幻想が深く根付いてしまう。桐生さんにとっての風間慎太郎を想像してもらえればわかるでしょう。沢城は海老名と差し違える覚悟をしてる。だがそれだけじゃ第二次大解散は成し遂げられない。お前たちの力がいるんだ。すみません。そうか、沢城には
俺が力を貸す。お前らはそうやって縮こまってるといい。ああ、邪魔したな。待てよ、今のはどういう意味や。言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。五択並べててめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちがどんな気持ちでここにいるかあんたに分かるってのか。さっぱり分からねえな。分かりたくもねえ。このどうした。やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。ムカつくのをこらえるよりはマシや。ええー、で、その挑発乗ったるわ。おい、一体何事。昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。すまないな、もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょう。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからな。そっちが5人もおるんならまあええやろ。俺も混ぜてもらうで。やばいなこれ。このメンツとやり合う日が来るとはね。ったく、よそもんがわらわらと不遂やの。まあええ、メイドの土産や存分に味わっていけや。もう後には引けねえ。こうなりゃなるようになるだ。いや、久々に熱くなってきたぜ。どうした。仕留める。これはどう。おら、調子出てきたぞ。もうギブアップ。悪く思うな。加減できねえ。出番が来たな。必殺ほっうたうほうほほこんにちは。目立っちゃおうかな。遊びでそろそろ諦めたら。しのげるかな。できたわよ。せやありがとう。力の差を見せて。脇が甘いな。速度が逃がしゃしねえぜ。手加減はなしだ。容赦しないぞ。久々に熱くなってきたぜ。な
楽しませてるね。よく吠えるね。見さらせ鉄壁の防御。そろそろダウンとやるのかよ。相手してやるよ。暗いなよ。いっくらくれ。調子出てきたぞ。こんなもんじゃないです。さて逃がしゃしねえぜ。もうギブアップ。そろそろ諦めたらどうだ。蹴りをつけるぜ。燃え尽きる。変で俺もそろそろ本気でやらせてもらいますよ。こんなもんじゃないよ。